僕のチャンネルは呪術廻戦を好きな方が多く見てくれてると思うんですが、ちょっと確認させてください。このキャラクターなんですけどね。誰ですか？挨拶ロストインパラダイス。どうも黒です。というわけで本日も始まりました。面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。まず最初に皆様にお伝えしたいのは、個人的な意見として、自分が取り扱わさせてもらってる作品を悪く言うのはしたくありません。だがしかし、発信する立場として、いいものはいい、悪いものは悪いと言わなければいけない。白ネバ2期のアニメが大炎上した時にも、1体1万円のフィギュアを買った時にも、僕なりの正直な意見をお伝えさせていただきました。誰かが言わなければいけないことを分かっていただきたい。これは最近ゲームセンターの UFO キャッチャーなんかの景品になったプライズの伏黒めぐみくんなんですけども、それがこちら。これは見本なんですけど、ヌエのポーズをしており、キリッとした顔立ちでかっこいい感じですよね。見本の伏黒くんはね、こんな感じなんですが、これが一部では箱を開けたらこれが入っていたと。あれ？もちろん僕ね、フィギュアに詳しいとかではなく、あくまで一般人目線なんですが、それでもわかる圧倒的これじゃない感。見比べてみてもこんな感じ。まず前髪カットした美容師手あげろって感じなんですが、ネットでもこのシリーズのクオリティは四級呪物、シュール顔呪術師、不自然の体勢の極み、蝶々の式神でも出すのかな、との声が上がっております。伏黒くんのフィギュアはこれまでも事故ったことがありまして、以前のジャンプの応募者全員サービスの時の伏黒くんもこちら、最初の見本がとんでもないことになってたことがありました。これ僕も最初見た時、えってなったのを未だに覚えております。これが出た時にもネットで野原が爆笑しそう、真人に改造人間にされた、さすがのスクナピーもタンオリする、伏黒フィギュアの成長曲線は必ずしも緩やかではない、との声も多数。その結果、炎上するほど話題になり、変更がされて、こんな感じになりました。これが応募者全員サービスで変わった顔なんですけれども、反転術式されたと、この時にも話題になってました。ただですよ、文句を言うだけなら誰でもできる。ということでですね、本当に中身のクオリティが低いのか、この目で確かめようじゃないかということで、撮っていこうと思います。今日はですね、ゴトンっていうなんか前のセガキャッチャーがね、リニューアルしたみたいなアプリがありまして、それで撮っていこうと思います。はい、こんな感じでですね、検索するとたくさん、伏黒くんのこの怪しげなフィギュアが出てきます。これ一つ一つね、台が違うので、一個一個見ていくと、やりかけのものとかがあったりします。なので、いい台をこう選出していくのもいいかもしれません。まずは一回ちょっと見てみますね。こういう風に右アーム、左アームで寄ってる方向が違ったりもするので、ほら、これとか。もうこれとかはずれてるんで、もうね、やった時に、ちょっと有利というか、もうすでにやった形跡があるので、ほらほらほら、こんな感じで。ものによってはね、そんなに投資をしなくても取れるんじゃないかっていうものもあったりします。じゃ、94A がですね、もうすでにやった形跡があるので、これをやっていこうと思います。とりあえず課金しますね。まあ一回ちょっとやってみますね。はい、スタート。はい。これは1分間制限があるみたいなんで、ちょっと左アームを左箱の端に寄せていきます。こんな感じでですね。はい。そして次は、間、棒と棒の間ちょっと狙いたいなと思うんで、そこに行くようにしてみます。はい。うまいこと棒の間にはまった気がしますが、これでどんな感じで動くか。はい。全く動きません。これはね、やばいです。アームがやばいのか、僕が下手くそなのかわかんないんですけど、ちょっとびくともしなかったですね。これをやっていこうと思います。これはですね、ちょっと斜めにもなってるので、今度は左アームで、箱の左奥を狙ってですね、ちょっともうちょっと寄せたいなと思ってます。ちょっと一回やってみます。レディー、ゴー！ということで、左アームをですね、この対角この辺に狙ってます。まあ、間ぐらいに行けたらいいんじゃないでしょうか。はい、ここにはめ込んで、これがアームでグイッとちょっと動けばいいなと思うんですけども、何をしたんでしょうか。私は逆にちょっと手前の右側のちょっと出っ張ってるところの奥を狙って、ちょっとこっちに寄せて、こういうふうに狙いでいきましょうか。一回やってみます。一
回やってみますけれども、そしたらそんなに動かさない、こんなもんですかね。で、少し奥、こんなもんか。これでちょっと寄れればいいけれども、ずれろ、ずれた、ちょっとずれた、ちょっとずれたね。いい感じじゃないですかこれ。もう一回同じような作戦でちょっと行ってみますね。はい、こんくらいにして、次はですね、もうほんとちょこっと、これでまたちょっとね、横に動く、一回ちょっとね、もう一回課金しときましょうか。このチャンスを逃すまいという方々が結構多いみたいです。なので皆さん、やる際はプレッシャーと、あと自分の金額を落ち着いて確認してプレイするのがいいと思います。もう3000、もう4000ぐらい課金してますけども、もう課金めんどいんで2320いきます。チャージ、もちろんチャージ。もうさ、フィギュアのことあんなに言ってたからさ、こんなにお金かけてもさ取れないみたいなさ感じだよね。一回ちょっと正面でやってみましょうか。どうしたらええの、どうしたらええの、これは。サービスしてもらいました。もうなけなしのお金でもうこれをゲットするわけです。さすがにこれいけたでしょう。いけました。店員さんの情けをかけてくれていけました。はい、じゃあということで、冒頭でディスったらお金を散々使わされてしまいました。使わされたというか僕が下手くそだったんですけどもね。まあとにかくですね、景品を獲得しましたので、実際に家に届いてどんなクオリティかっていうのをまたレビューしたいと思いますので、果たして巷で噂になってるあの顔は本当なのかっていうのをね、僕が責任持って皆様にお伝えしたいと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ということで、本日の動画いかがだったでしょうか。僕のチャンネルでは面白い作品をより面白く狭く深く追求するチャンネルとなっております。第1章約束のネバーランド、第2章呪術廻戦の動画、過去めちゃくちゃ上げておりますので、固定コメントに関連動画載せておきます。というわけで、考察が好きな皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高。では